いどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルオープン主のピオタです。ですね、今回は、番外編というか、まあ何のシリーズとも関係ない感じで、特別編でクレイジー英語クイズをやっていこうと思います。何番線時かわからない感じでさ、やっていこうと思います。このアプリの動画結構見ますよね。まあ僕は、実況したかったのであえて見てはいませんが、録画ミスにより1回だけ中を見ちゃっているので、そこのところだけは分かっていますが、それでも記憶力がない僕は間違いますね。まあチュートリアル、これは何ですか？これはペンです。これが例文です。例文を英語で表しましょう。 What is this? そして、空白の部分をタッチして、これはペンですの英訳はということで This is a pen、 これですね。これでチュートリアルが終わりました。まあここまでは普通なんですよ。はい、ここからがおかしいんですよね。これはタカシですか？いいえ、それはゴキブリです。ひでえことで、タカシ君あなたはゴキブリですって言われてるんですよ。なんで笑ってるか、あなたは。まあすごいですよね。これはタカシですかって言ったら、いいえそれはヒロシですって答えればいいのに、ヒロシですみたいな感じで言えばいいのに。ですね、いいえそれはゴキブリですの英訳は、No, it's a cockroach。 読めない。多分ゴキブリですはこれでしょう、一番上。はい、正解ですね。まあこれは消去法でいけるみたいなんで、そこのところは行きましょう。消去法と勘で。これはペンですか？見てわかりませんか？わかんないから聞いたんですよ。ねえ、そもそも鉛筆型のペンなんていくらでもありますからね。見てわかるかって言われたらわかんないっすよ。見てわかりませんか？はあ。つか高橋君、あなた地味に背でかいな。これはペンですか？ Is this a pen?OK ですね。曲が無音映画なんで、ちょっと地味にじわじわきますよね。とても美味しいコーラですね。それは醤油です。はあ、そもそも醤油とコーラって入れ物が似てなくないですか？まあ美味しいコーラですねって言ってごくごく飲む方も、冷静にそれは醤油だっつってる方もおかしいと思いますが、はい、それは醤油です。 ThatYes, soy sauce。 英語の読み方なんてわかんないので、読める感じで読んでいきます。今度の同窓会楽しみですね。同窓会あるんですか？あなたたちは一体今何歳なんですか？同窓会やる年齢には見えない。同窓会って二十歳超えてからのイメージがあるんですけど、違うんですかね。最近の人たちってなんか中学生とか小学校卒業して1年後ぐらいに同窓会やろうぜみたいな、そんなのもあるんですかね。でもちょっとたかし君、あなたはぶられてるんだから、あれか、そういうのをあえて知らしめることによっていじめてるんですかね。楽しみの英訳は、これは選択肢は軽く引っ掛けに来てますよね。まあ引っ掛けっていうほど引っ掛けでもないですけど、 Looking forward to、 Booking forward toCooking forward to、 Cooking forward to とか Booking forward to とか、とりあえず OOKing で決めてますよね。まあ Looking forward to でしょう。ソーリング終わって次、第5問目。あなたの名前は何ですか？なぜ言わなきゃならないんですか？まあ、うん、合ってますよ。名前何ですか？なんで言わなきゃいけないんですか？単純に僕が あなたと仲良くなりたいから聞こうとしてるんですよっていう。別になぜ言わなきゃならないのですかって聞かれたら、理由を言えばいいじゃないですか。あなたの名前は何ですか？ What is your name? 一番下ですね。正解。さあ次、お釣りはいりません。いえ足りないんです。わお。てか毎回毎回こういうなんか映画のワンシーンみたいなのあるじゃないですか、かっこよさげの。絶対これレジにお金、お釣りはいりませんって言ってなんか1000円で1万円札出したりするじゃないですか。まあそんなに大金出さないか。その差額の分って絶対レジに残るんじゃなくて、そのレジの人が持って帰りますよね。別にレジのお金さえ合ってればいいんですから、お客からのチップもらったぜヒャッハーみたいな感じでやればいいと思いますけどね。まあ足りてないの英訳をやっていきましょう。Not enough, not small, not price。 まあ not enough でしょう。 enough は十分なんで、 not で十分でない、足りてないってことですね。あー悩むわ、どっちの削減機が似合うかしら。
何で悩んでんの？そもそも一般の人は削顔器を一つも持ってないはずなんですよ。なるほど、どっちの削顔器が似合うかしら。服に統一して赤の方もいい気がしますけど、どうなんでしょうね。 Oh, I'm so indecisive. 読めない。 Which rock do rock do you 削顔器。はい、似合うの意味、Look at me、looks better on me、looks down on me。 もう三単元をつけているあたり、ちゃんとした英語の感じがするのがちょっと尺ですね。まあ真ん中でしょう。 looks better on me、 合ってますね。さあ次に行きましょう。みんな昼頃集まる予定でしたが、私の集合時間だけ朝5時でした。なんかこれどっかで見ましたよね。どこだったっけ、ツイッターかなんかで回ってきましたね。なんか花見でしたよね。花見でみんな昼頃集まる予定だったのに、私の集合時間だけ5時でしたみたいな。てかたかしくん、あなた何のゲームやってんの。明らかに見ないゲームだけど、その機会。まあいいや、かわいそうに。まあしょうがない。昼頃、正午はアフヌーン。まあたかしくんだからしょうがないですね。同窓会呼ばれてないのに花見には呼ばれるんですから、そこのところは感謝しろよみたいな。正月でもないのに校門の写真撮ったの。はあ、たかしくん、正月だったらこう、やめておきましょう。写真撮るの、あなたは。さて、写真を撮る。トークアピクチャー、テイクアピクチャー、メイクアメイ、違う、フォトじゃん。トークアフォト、テイクアフォト、メイクアフォト、ピクチャーって勝手に言っちゃったよ。真ん中でしょう。真ん中テイクアフォト。フォトアフォト、ただの寂しい人ですよね。なんか写真見ながら話しかけてる人ですよね。かわいそうな人。消しゴム落ちたよ。もういらないからあげる。やっね、たかしくん、消しゴム1個儲かったよ。女子の方優しいね。なわけあるかいっていうね。もうなんか女子の方のちょっとした嫌な感じがすごいですよね。消しゴム落ちたよ。You are so fair. You are so fair. You are so fall. 一番下ですね。読み方は多分合ってるかな。うん、間違ってたらバカにしない感じでスッと教えてもらってもらう程度ならいいです。そんなこともわからんとかわらわらみたいな、そんなことはできればやめてもらいたいですね。あそこにいる全裸の男は私の父です。どういう状況。何笑顔で紹介してんの。おまわりさん、こちらですでしょう。これを聞かされた横の方の子はどうすんの。 That is the standing there. 全裸の男、ネイキッドマン、ナイトマン、スパイダーマン。スパイダーマン選びたい。でもスパイダーマンイコール全裸の男だったら、ちょっとあっちの映画の方が危なくなりますからね。タイトル英訳の、てか英語から和訳にしたら全裸の男っていう、そんなスパイダーマンは嫌ですね。まあネイキドマンでしょう。ひでえな。ちょっとネタに走ってそれが正解だったらかわいそうな。優先席付近でのドラムセットのご使用はお控えください。めっちゃガチってますね。もうたかしくんのこの顔ですよ。もうふざけてやってるやつじゃないですよ。完全にガチで、ガチでこの中で演奏しようとしてますよね。その前の後ろの方にいるおばあちゃんが、わーこの子すごいって感じになっと、おじいちゃんはもうなんか正気抜けたような顔してますけど。優先席、プレミアムシーツ、プライオリシーツ、メモリアルシーツ。なるほど。真ん中でしょうね。メモリアルとかまあわかんないですけど、なんかプレミアム感がある気もしませんし、真ん中でしょう。お待たせ、早速行こうが。その前に下を履いてください。たかしくん、後ろの方に警察がいるよ。てかよく見ると、ま、横の人、あの人危ないんです、変質者ですみたいな感じで指さしてますよね。そもそも待ち合わせ場所まで行けたこのたかしくんのことを女子の方は褒めてあげるべきですよ。だって半裸なんですよ。半裸でここまで約束のために来たんですよ。すごくないですか。さてその前に、これは before that でしょう。正解ですね。
いつか外れそうで怖いですね。あー眠い、何もしないから休んでいきませんか。とりあえず何もしないからに悪意ありますよね。なんでしょう、ホテルの横にハートマークが2つ見えますけど。 Oh, I'm so sleepy、So can we maybe go sleep? 私は何もしません。I want to do anything. これでしょう。さてさて、トイレに行きたかったのですが、もう必要ありません。なるほど、たかし君、謎のオーラが出てるよ。うん、出てるね。何ももう突っ込まない。あなたはなぜ笑顔かとかそういうことにも突っ込まない。何々に行きたかった。I wanted to go to 一番下。もう何も突っ込まないよ。たかし君は気功を起こす、巨人でいうとこの気功手っすよ。たかし君のお父さんは道端に軍手を落とす仕事をしてます。たかし君のお父さんってさっき全裸だった人ですよね。なんだろう、何、会社で仕事をやってる時はスーツを着て軍手を落として帰りは全裸で帰ってくるみたいな、なんだろうみたいな人です。うわーひでえ。たかし's father works dropping 何々 on the street。 軍手、多分ここに入るのは軍手でしょう。入る前に予想しておきましょう。軍手、軍手ワークグローブス、お、ありますね。よっしゃ、軍手の英訳は予測してたんで OK ですね。ワークグローブス一番上。さて、このことはみんなには秘密にしておいてくれる？もちろんさ。その代わり、わかってるよね。なんだろうな、たかしくんが何をしようとしているかなんてわからない、わからないな。もうここのところには何もツッコミは入れないでおきましょう。たかしくんは何かを入れるかもしれませんが、はい、もちろんの意味 Of course。 OK ですね。さあ次行きましょう。これ何問まであるんでしょう。勢いで全部やろうとしてますが。おやつは300円までだぞ。先生、タバコはおやつに入りますか。ひでえ。あ、てかこれもはや不良感出してるから、あれですね、先生、タバコはおやつに入りますかって感じっすね。もう机に足乗っけてタバコ掲げて、先生も笑顔でそれを見守るんじゃないよ。タバコはおやつに入りますかの前にタバコ吸っちゃダメって注意しなきゃダメですよ。このくだりあれですよね、先生バナナはおやつに入りますかみたいな感じの、その流れですよね。タバコ食べればいいんじゃないですか。ココアシガレットみたいなさ、そういうタバコならいいんじゃないですかね。タバコってあれですよね、シガレットっていうやつですよね確か。ココアシガレットみたいな感じでココアタバコ和訳したらやばいな。You can buy snacks for 3000 yen maximum. Mr. Brown, do 何々 count? タバ、おーすげえ。ちゃんとタバコの英訳さっき言いましたよね。あ、シガレットですね。後ろの前後のやつが面白いですね。タバスコ、タバスコってあれ。ちょっとタバコに似せてきてるのが尺ですね。で、次が食べログ。タバスコ、シガレット、食べログ、食べログはおやつに入りますか？入らないです。シガレット。OK。はい、次行きましょう。母さん、ドアを開けるときはノックしてって言ったでしょ。残念ながら僕は結構ガチな方で何をやってたのかは分かんないです。ダンスしてた？え、ガチの方では分かんないですけど、え、どういうこと？あ、僕みたいな感じで授業ってたら親がドスドス来て、もう何々うるさいよみたいな感じで来て、実況撮ってんだから入るときは入るって言ってよみたいな感じですかね。そんな感じかな。ほんとわかんない。言ったでしょの意味。 I told you, I make you, I take you。 なんで make take の文頭が大文字になってんですか。え、普通に5時 I told you でしょう。 OK ですね。なんであそこ文頭だ、あそこのやつが大文字になってたのかが疑問ですね。私は気が弱いのでチェンジを言うことができなかった。あなたはお金あるね。すごいね。ちょっとちょうだいよお金。
ちょっとちょっと、今度からゴキブリって言わないであげるからさ、たかしくん。ちょっと、お金工面してさ、こっちによこしなさいよ。ね、うん。ま、私は気が弱い。I am small, I am easy, I am timid. わかんないな。一番下かな。ちょっと見たことないんで押します。あ、OK ですね。今のが気が弱いっていう単語なんですか。さて、第21問。HB の鉛筆より 2B の方が美味しかった。まあ、2B の方が柔らかいですからね。まあ、柔らかい方が美味しいんじゃないですかね。もう何も突っ込まない、あなたのやつは。何々より良いの英訳は、これはベターザンでしょう。一番上ですね。正解。何問まであるんでしょう。ちょっと時間長くなりすぎると怖いですね。日差しが強いからちゃんとパンツをかぶっていきなさい。わかってるよ母さん。なるほど。なるほどじゃねえや理解が追いつかないぞこれ。え、どういう状況？何？え、お父さんを全裸で行かせた、全裸じゃない、お父さん半裸で行かせた仕業もお母さんなのか。なんだ、まさかのお母さん黒幕説。はい、分かってるよ母さん。I proud mom, I know mom, I have mom, I have、 なんだよ。ハブって遊ぶじゃない、遊ぶはプレイか。I have だから飼っているとかそういう持つ飼うとかそういう印象がありますけど危ないですね。 I know でしょ、真ん中。正解。終わりかよ終わりかよ。全問制覇おめでとう。最後までプレイしたデッキはありがとうございます。他にもバカゲーを中心としたアプリを出していますので、よかったら遊んでみてください。全問制覇ちゃんと一問もミスせずいけましたね。とりあえずね、最後のまとめを言うと、クレイジー英語クイズ、クレイジーですね。主に、たかしくん、クレイジーですね、あなた。まあ、突っ込まないでおきますよ。ね。ということで、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ他の動画とかも見ていってくださいね。チャンネル登録、高評価できれば面白かったらよろしくお願いいたします。まあ、それがあると動画のモチベーションが上がりますからね。では今回はここまで。じゃあね。